どれだ。疲れてるんだよ、はるかは。はるか、もう少しの辛抱だよ。南條隼人君が光子ロケットのエンジン部分を完成したときか。もし今日の実験に成功すれば、我々もこんな苦労しなくて済むんだよ。そう簡単にいくかな。うん、いや、隼人君はスタンフォード大学の宇宙工学を卒業した立派な秀才だ。必ず成功するよ。これを食べると温まるわ。お餅も入ってるのよ。はい、小次兄さん、小僧、うまそうだな。はい、兄さん。はい、明けましておめでとう。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 さあ、いただきましょう。わーい、わーい、わかった、わかった、わーい、わーい、わかった、わかった。まあ、こんな早くからたこ揚げしてるわ。どうしたの？泣きたくもなるさ。元旦早々こんなところで雑煮食うなんて詫びすぎるよ。そういうな、みんなでお父さんの夢を実現しようとしてるんじゃないか。いくら父さんだってまさか俺たちがこんなところで雑煮食うなんて思わなかったろうぜ。去年の今頃は遥と蔵王のスロープを滑り降りていた。光子ロケットは人類の夢だ。科学の発展のためなら。その言葉は綺麗だよ。だが科学が俺たちに何をしてくれた。父さんは殺され、俺たちはこのざまじゃねえか。小僧、誰のお墓参りなんだ。南條博士だ。隼人君のお父さんだよ。南條博士も宇宙人に殺されたのよ。じゃあお父さんと一緒ね。そうだ、お父さんの先輩でね、南條式光子ロケット完成間近に殺されたんだ。偉大な科学者だったよ。お、ひどいわ。誰がこんなこと。見ろ、これが科学者が受ける習字なんだ。死んだ後も向けられることはないんだ。小僧、それは違うよ。何が違うんだ。いつの世でも先駆者というのは世の中に受け入れられないものなんだよ。お父さんの宇宙人襲来説だっていつかきっと。あれが隼人君に言える。
新人さん。お兄さん。いや、危なかった。お兄さん、もう一度調べてくる。待て。お兄さん。地下室は行かせない。怪しい影を見たんだ。それは。黙れ。何をするんだ。君たちも余計なことをしてくれたな。掲示板が水浸しじゃないか。なんだと。こんな奴助ける必要はなかったんだよ。隼人君、今日のテストは無理なんじゃないのか。何、夕方までには整備できるさ。今夜7時に来たまえ。実験成功の瞬間を見せてやる。兄の失礼をお許しください。このところまるで人が変わったみたいなんです。君も大変だな、あんな兄さんを持って。兄さん、はるかが。堀さん、熱は相当高いな。病院へ連れて行った方がいいわ。よし、行こう。南条。ゴルゴン星人、貴様また失敗したな。失敗じゃない。秒読みの段階で液体酸素がこぼれただけだ。今度は大丈夫さ。今夜のテストを失敗したらお前を殺す。僕を殺したら格子ロケットは手に入らないぞ。春日兄弟から買う。春日か、僕とは違う。売るもんか。金額をお前の倍にする。莫大な金を見せれば人間は必ず心が動く。それがダメなら殺すと脅かせばよい。飴玉と鞭、人間どもの心は二つの方法を使えば自由に支配できる。はるかには無理なんだ、こういう生活は。でもお父さんははるかの体にも秘密を隠したわ。兄弟の一人としての使命を課したのよ。私が付き添っています。皆さんは実験に立ち会ってください。そうですか。いや、そうしていただければありがたいな。ありがとう、綾さん。いいえ、私こそ皆さんに兄のことをお願いします。は。それじゃお願いします。いってらっしゃい。よく来てくれた。人類の夢、格子ロケットの実験成功の瞬間を見たまえ。テスト開始。5 4 3 2 1 0。外かもしれない。
はるか。どうして来たの、こんな体で。大丈夫か。さあ見て、光子ロケットの秘密よ。お父さんが隠した秘密よ。ん、間違いない、配線図だよ。高熱で浮き出たんだ。早く記録した方がいいな。そうだ、地下室に電磁記録装置があったな。よし、地下室は危ないよ。宇宙人がいるかもしれないんだ。この際少々の危険はやむを得ない。みんなで見張りを頼む。やめろよ兄さん。南條さんの二の舞になったらどうするんだ。構造、このチャンスを逃すわけにはいかないんだよ。兄さん、科学のためなら妹を殺してもいいというのか。科学ってのはそんなもんか。違う、違うんだよ構造。頼むからそこどいてくれ。やだ。はるかはどこだって行くわ。連れてって光一兄さん。お父さんの夢を実現するチャンスなのよ。はるか、どうしたのよ兄さん。どこへ行くんだ。病院へ連れて行く。赤外線を合わせてレントゲンフィルムで撮影してみるよ兄さん。うん、待ってくれ隼人君。頼む、君たちの体内に隠されている光子ロケットの設計図をゴルゴン星人に売ってやってくれ。ゴルゴン星人？そうでなければ僕は殺されるんだ。頼む、助けてくれ。宇宙人に秘密を売れってのか。ハヤト君、君は自分が今何を言ってるか知ってるのか。知っている。僕は光子ロケットを完成させてゴルゴン星人に売り渡す約束だった。何？だが実験は失敗した。なぜそんなバカなことを考えたんだ。科学が憎かった。科学が憎い？墓を見たろ。親父は一生基地が安かりされて死んだ。僕も早も小さい時から友達ではなかった。基地外博士の子だと言って石をぶつけられたことさえある。南條家は科学のためにめちゃめちゃになったんだ。僕は科学に復讐したかったんだ。頼む、設計図を売ってくれ。ふざけるな。兄さん、ここは宇宙人の巣だ。早く遥を連れ出した方がいい。君たちに行かれたら僕は殺されるんだ。頼む春日君、助けてくれ。こいつは裏切り者だ。こんな奴のために俺たちの秘密を宇宙人に渡すことはないよ。宇宙人に渡しましょうよ。こんなもので人間の命が助かるなら渡してしまったっていいと思うわ。はるかさん、ハヤト君、残念だが秘密を渡すことはできない。諦めてくれ。待ってくれ。ゴルゴン星人に狙われたら逃げられない。彼らは人間の心を自由にする方法を心得てるんだ。絶対に逃げられやしない。春日君、春日光一、この男の運命はお前が握っている。どうするかはお前の自由だ。ハヤト君、ハヤト君、兄さん、遥かの配線図が消えたよ。何？
兄さん。兄さん、なんでついてきた。帰れ。なんでお前たちまで。兄さんこそ何の目的で南条家へ行くの。まさか秘密を渡してしまうつもりじゃ。秘密は守り通すつもりだ。しかし一人だけ行くなんて裏切りじゃないか。すまん、黙って行かせてくれ。そうはいかないよ。理由を言って。隼人君を助けたい。あんなインチキな男を助けることはないよ。しかしな小僧、隼人君は地球人だ。宇宙人の脅威から地球人を守るのはお父さんの意志なんだ。それは俺たちの義務でもある。兄さん、俺も行くぜ。いいか、長男として命令する。ついてくるな。帰れ。嫌だ。兄さん一人だけ死なすわけにはいかないよ。戦う時も一緒なら死ぬ時も一緒や。兄さん、そうだよ。みんなで行こう。設計図を出せ。はっきり言う、設計図はない。たとえあったとしてもお前たちに渡さん。どうかな。くそ。開けない。しようぜ。ダメだ、小泉さん。当たって。
ぞ。綺麗だな、綾さん、うん、おかげさまでやっとお正月が迎えられましたわ。もう一度一歩からやり直します。今度こそ南城式格子ロケットを完成させてみせます。頑張ってください。はあ。綾さんは東京へ出て歌手を目指します。お兄さんがゆっくり研究できるように一生懸命歌います。あなたのこと口笛を真似しても夏の日は帰らないの。もう一言言われたら恋人でいたのに。兄さん、道は違うな。うん、ああ、みんなに初日の出を見せたいと思ってな。初日の出？これが私たちの初日の出ね。そうだ、一日も早く秘密を解いて天に昇るロケットにしようじゃないか。新しい年も苦難とともに始まった。それを乗り越えた今、5人の兄弟たちは南城兄弟との約束を果たすためにも、亡き父の夢春日式格子ロケットの完成に向かって新たな闘志を燃やすのだった。キマイラ星人の光線銃によって失明する春日ひとみ、彼女の視力を回復させるために兄弟たちの懸命の努力が続く。次週シルバー仮面第7話をお楽しみに。